いいギタリストの竹下敦です。私が失礼。私がね、大好きな音楽がやっぱ YouTube から流れるようになりまして、失礼。私ね、パンクロックが好きなんですよ。でね、レスポールシーズン買った時にね、ギブソンさんに竹下さんっつったらパンクかレゲエですよねって言われて、なんでそんなの分かるんだろうと思って、でも格好的にね、眉毛ないっていうか眉毛薄いでしょ、で眉毛描いてでもマスクしてね、ここにあるマスクしてお茶の水行くわけですよ。世界人類ボックスとか言ってるおっさんがパンクロックですよね、普通に考えてね。そっか自爆してんのか。で、いや俺ギター下手だからって言ったら、もうそれ下手だからっていうことがみっともないから、俺すごいからって言った方がいいですよって言われて、なんでですかって言ったことが面白い。その年になるまでね、ギター弾き続けられたってことはよっぽど周りに認められてたんですよって言われたんですよ。でね、あ、まさにそれはそうだなと思って、周りからお前ちょっともううるさいからギターやめろって言われたらそれで終わりじゃないですか。今52歳かなんですけど、この年になってもまだギター弾き続けられていられるのは周りの皆さんのおかげ、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に周りの皆さんのおかげで今日はこういうの弾いてました。バッハ。たどり着いてないですけど、一つたどり着いた先はバッハでした。バッハは置いといて、なぜパンクバンドにっていう話に戻しますね。なんでかというと、その頃六本木とかの西麻布にあるクラブで結構遊んでたんですね。遊んでたって言ってもチャラチャラ遊んでたわけじゃなくて、友達が DJ になるわけですよ。でレコードをこうキュッキュッと回すんですけど、まあ、遊びに来いよって言われて遊びに行くと、やばい感じのおっさんがおいガキどもみたいな感じに来るわけですよ。なんだクソ味って言うと、てめえちょっと来いって言われるわけです。なんすかって、お前パンクバンドのボーカルやんねえかって言われて、いやちょっとパンクバンドのボーカルはって言ったら、バンバンってやられて、俺がやるっつってんだよ俺はって言われて、ひょいやりますって言うと、やりますじゃねえよ、唾吐いてみろって言うんですよ。いや、ツバとかつってやれっつってんだよ、バーンって言われて、わかりましたって、パッツバいたら、誰に向かってくすぐらツバいてんじゃんって言われて、すいませんって言うと、謝るな簡単にって言われて、いやどっちですかって言ったら、お前は今日からパンクロッカーだって言われて、さっきまで、ね、すいません、レゲエでこうやってはい、ラスタファイアーって踊ってたのが急にパンクだって言われて、当時はすごいパンクな事務所ですよにグイッとこう首根っこつかまれて、あ、行くぞって言われて、そのまま事務所まで連れてって言われて、はい、ちょっと連れて帰ってきました、この子ね、よろしくって言われて、で、もうパンクの、俺のパンクの兄さんみたいな、ケンジ&ザ・トリップスって当時すごい大人気でして、知らない、ワオ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 ブラボージョニーは今夜もハッピー、ワオ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 ブラボージョニーは今夜もハッピーはーって言うんですよ。なんつってかっこいいでしょ、ブラボージョニーは今夜もハッピーですよ、ブラボージョニーですよ、どんだけかっこいいんだこの人と思って、いやケンジさん憧れますね、もう髪の毛でバー立ってんのにいい人なわけですよ、だってブラボージョニーは今夜もハッピーですよ。で、たら、お前って言われました。はい、はいって行きました。よし、今度渋谷公会堂のライブあるから、T シャツ売れって言うんですよ。え、T シャツですか？もう光栄じゃないですか、T シャツ売らせてもらえるなんて。T シャツ持って、ガーッて椅子のとこ行って、あー、お前らー！T
シャツ買えーって言うんですよ。なんだ聞こえねえ、買うって言うんですよ。買えーって言ったらあっという間に完売、 T シャツ完売させまして、したら事務所の人にホイホイって言われて、お前何しろって言ったら、いける、お前売れるって言うんですよ。なんでですかって言ったら、過去売り上げが最高の伸びを見せたって、 T シャツの、いや T シャツ売れたから音楽売れるとは限らないですって言ったら、売り方一緒だって言うんですよ。レコード持って、俺のレコードだ買えで、今で言う俺の CD だ買えってライブでやったら売れるって言うんですよ。全然わかんない、その理屈と思ったんですけど、あの途中で怖くなっちゃってだってね、売れが今度 T シャツじゃなくて、なんかよくわかんない人の売るわけですよ。売ります、竹下敦です、売ります、売ると言ったら売ります、あっという間とは言いませんけど頑張って完売にするわけです。はい、売ります、やると言ったらやります、売っちゃうわけですよね。仰せの通り売りました。また来て、お前はいける、お前は売れるよ、だって今売ったもん、自分のチケットをそうやって売れば即ソールドアウトだと。いや嫌ですって言い切ったんですよ。だって嫌だもん、嫌ですって言ったんですよ。だから、お前根性座ってるなって言われて、座ってますと竹下敦ですが、何か根性座ってますが、別に殺しに来たって何したって構わないですよって言ったんですよ。お前すげえよ、自由にやれって言われて、あちゃんとね、やっぱ挨拶すればこの人たちも自由にやれって言ってくれるんだと思いまして、やっぱね、偉大な人って目の前で生きるとちゃんとそのようにしてくれますよ。だからね、結局のところね、だんだんとなりたい自分になってきました。あの町の方々にもね、この町の方々によく知っていただいて、以前はねうるさいって言われた私のギターをボーカルがね認められるようになって、私の方もだいぶ譲歩してこうクラシックのねバッハとか弾くようになって、結局望まれたものは演奏しないと何が音楽家ですか、何がもうミュージシャンですか、まず望まれたものを演奏できないとダメです。その後でね、自分の曲どうどうこうのっていうのを言い始めるようになって、リクエストしていただいたら答えないと。バッハをリクエストされたんでバッハを弾きました。そうやってね、自分のレパートリーもだんだん増やしていけばいいんだって。最初からね、自分のオリジナルなんていうのはね100年早いですよ。その間にオリジナルいっぱい書き溜めればいいんですよ。まずはね、人様に望まれたことをやる。体操のお兄さんやれって言われたら体操お兄さんやればいいんです。1、2、1、2、1、2、1、2、私だってやりましたよ、布袋寅泰体操。あれだけ日本人に受けられるギタリストですから、こうやってね、1、2、1、2、1、2、1、2って、はい、スキル布袋寅泰体操おすすめです。こうやってね、もう体を動かす範囲が広がるもん。布袋寅泰体操、俺もね、キメ作ったでしょ、キメ絶対健康になるもん、間違いなく。はい、繰り返しましょう、キメ。これでね、肩甲骨のところもねビシッて伸びるし、肩こりも治るし、ビシッ、グッ、背筋も伸ばして、グッグッ、決め、はい、かっこいいギタリスト竹下敦でした。決め、じゃあね、健康的に過ごさないと。
音楽活動長く続かないよ。はい、また会いましょう。はい。